桑名市で創業し現在は大阪市に本社を置く NTN が桑名市に提案し協定が実現したもので総合運動公園と田戸山を拠点に公民連携で市民の健康づくりや地域活性化を目指します今日の締結式には桑名市の伊藤成高市長と NTN 桑名政策所の谷尾正幸政策所長が出席し 包括連携の協定書にサインしましまたこの協定によって NTN の従業員が主体となり公園内の看板や展望台の整備、ハイキングコースの清掃や4月から導入される循環式トイレの設置や点検など、たど山の整備を行うということです。また NTN は2015年から命名権を得ている 総合運動公園に加えて、来年度から五年間の多度三条公園と多度山ハイキングコースの命名権を新たに取得します。発祥の地なんですね。ですからあの今までの御恩をやっぱ返すという形で、えっ、ー、とこういった活動ができればなというふうに、えー、社員もみんな思っているところでございます。きちんと整備してで市民の皆様が健康づくりにこう使っていただけるような。 山山の登山局がかなりり増えております。コロナが明けた後もですね、多くの方が健康づくりそしてグリーン社会を作れるような取り組みになるといいなというふうに思っています。